では社会安全のための数学1の、3組と4組の内容、4月28日の分の、冒頭のですね、映像を始めたいと思います。これは、2回目の授業になりますね。4月21日に1度目の遠隔授業を行いました。今からやるのは4月28日の、つまり2回目の遠隔授業となります。まずはですね、5分ほどかけて、前回の結果のフィードバックといくつか確認事項の紹介としたいと思います。今回からですね、ちょっと画面の操作をいろいろやります。画面共有をやりますね。はい、こんな風に動画をちょっとちっちゃくしてですね、動画というかその私のカメラはあんまあってもしゃあないので、ちっちゃくしまして、それ以外の部分を大きく見るという設定にしたいと思います。まずですね、これは3組の LMS のページになります。いくつか変更がございます。こんな風な、なんだ、見た目の画面をこれから扱ってもらうことになるので押さえておいてほしいと思います。まずですね、日付ごとにその各回の授業の内容を書くということはこれまで通りやっていきたいと思います。なので今回の分は0428というグループにですね、出てくるはずです。変更する点というのは何かというと、まずですね、この冒頭に0400と毎回共通というグループを設けたことです。これは、授業の時に使うその連絡用のですね、チャット場所です。毎回これを使いますので、授業ごとに、違うページに行かなくて済みます。試しに、クリックします。あ、そうか。今はまだアクセスできない。あ、できるかな。あ、はい。こんな風にですね、まずは、私からのですね、メッセージを一言書いております。これを、4月28日の内容としては、高校ですよ、ああいうことですよというふうに書いていきます。皆さんも自由に書き込んでもらって結構です。前回はタイムラインでですね、こういう書き込みをしてもらいましたが、タイムラインではなくこのチャットのですね、部分にどん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 書き込んでいただけたらと思います。でこの記録は残りますので、前回の内容とかもですね、ここで確認していただけるということになります。戻ります。というふうに共通のチャットを設けますので、トライアル版で設けていたこの部分ですね、ちょっと大きくしましょうか。試行版チャット機能という部分、これはもうちょっと消してしまいたいと思います。ね、皆さんの画面からですね、なくなりますのでご了承ください。今消しました。以上がチャットに関してです。毎回共通の部分のチャットを使いましょう。次に、フィードバックという欄、これも設けました。これはですね、各回の内容の一部としてですね、アップしていきたいと思います。前回のですね、結果を踏まえたフィードバックがございますので、まだ見てない方は必ず一度目を通してください。こんなふうにですね、ちょっと文字が小さいですかね。大きくしましょうか。ちょっと文字小さいですかね。カメラの顔いらんねんってことでちょっと小さくしますね。私が小さくなれば多分、文字が見やすくなる。あんまり変わらないかな。ともかくですね、前回、4月21日の火曜日の23時59分までの段階で出していただいた方、50人中40人ほどでした。あ、ごめんなさい。これは PDF ファイルで出してくれた方。残りの方は画像ファイルで出してくれたという形でございます。今回はどちらもですね、ちゃんと受け付けてますので、ご安心ください。で、内容については後で少し触れますが、やはり三角比の計算等でですね、手こずっている方がいらっしゃいます。各自ですね、丸付けと解き直しは自分でやってくださいと言いました。その際、何度も図を書いて徹底練習してほしいと思います。
あとで、答案の一部をですね、ちょっと紹介しますので、もう一度確認しましょう。そして、カッコ3のところに、いくつか注意点を書いております。これは、後でもう一度、後でというか、もうすぐですね、共通のルールとして説明しますので、今ちょっと省略いたします。皆さん、各自、ここの、このフィードバックの部分ですね、毎回読んでから、次の授業に臨んでください。では、ページを戻ります。で、今回どんな内容なんですかということですけれども、4月28日ということで、日曜日の晩以降ですね、この微分第1回という内容と課題と提出先という内容をご覧いただけるようになっております。1つ目の微分第1回のところをクリックしてみます。今回も3ページ設けております。まず1ページ目以下のリンク先にジャンプしてくださいということで、この YouTube 映像へのリンクがございます。今はここですね、まだリンク貼ってませんけれども、ここに貼ったリンクに皆さんアクセスしてもらったはずです。そして第2章の残り部分をやって、第3章の内容をやってというふうに進めていきます。一旦戻ります。2ページ目に進みます。あれ、ごめんなさい、戻ったらいけなかったかな、ちょっと待ってくださいね。さっきのページから次へを押すんですね。あ、ありました。次へを押します。すると、履修案内、更新ページへのリンクと書いてます。ちょっとまだリンク貼れてませんけれども、初回の授業ページを見てください。履修案内の4月28日、拡充版というのを置いております。元に戻りまして、この4月21日の部分に、履修案内4月28日版、更新版というものを掲載しておりますので、ここにアクセスして、履修案内を最新版探していただくということになります。次、というのを押していくと、これですね。このように、4月28日、拡充版というものになっておりますので、各自でご確認ください。ご確認くださいと言いながら、のエッセンスだけはですね、今紹介したいと思います。画面を切り替えまして、こんな感じの内容です。少し大きくしますね。前回、実は1ページ目から3ページ目まで説明を終えています。その部分に関しては変更等ありません。じゃあ何すんねんということですが、ページがですね、これ、ちょっと小さいですけど、5ページ目までになっております。ということは、4ページ目、5ページ目、追加されているので見てみましょう。これが4ページ目です。大きくしちゃいましょうか。はい。追加連絡、実はメールやタイムライン、そしてフィードバック欄でご説明したことをまとめたものです。こちらを見ていただければ、すべてわかるでしょう。ざっといきます。4番、今回の範囲は、今回の内容は緑色で書いています。通信環境への配慮等ということで、前回とこの4月28日、今日の回は、火曜日の夜まで受け付けますよ、画像でも受け付けますよ、等々の案内がございます。しかし、その場合にもいくつか共通のルールがございます。個別のメッセージを送るのはちょっと避けるようにしましょう。とかですね、ドロップボックスのアプリ等の使い方は各人の自由ですよ、各人でこれならできるというやり方をやってくださいよと書かれております。次、括弧5番、課題提出の際の注意等、これは毎回の課題提出ですね。何人かで、ね、質問をくださいました。少し混乱が見られるようです。まずプリントの中に例題がある場合、これは授業内で取り組むかどうかは任意です。その人の、判断に任せられるということですね。やってもいいし、やらないでもいいと。やっておくと勉強になるでしょうけどもね。時間がなければ飛ばしても構いません。したがって写真に撮る必要も必ずしもありません。その他の普通の問題に関しては必須です。このプリント形式の問題、出題内容を必ずノートにやって全部
出してください。授業内に提出の分です。そして忘れている方いるかもしれませんが、教科書の章末問題もございますね。これは、授業時間中にやるべきかというとしては不要です。しかし、授業後に各自で取り組んでいただく必要があります。中間テストや期末テストの際に回収するんでしたね。その都度進めていかないとついていけなくなるので頑張りましょう。次に丸2番。不鮮明な画像を作らないようにご注意ください。特に後で見ますが、こう横向いた写真撮ってる方とかですね、もう全然私の方で分からなくなるので、とか、暗い写真を読めないので、とかですね、丁寧に写真を、撮っていただく際の、注意点でございます。丸3番、2つ以上のファイルを出さない。実は2つ以上出せないんですけれども、とにかく1つしか出せませんので、1つのファイルにまとめてください。一つの PDF ファイルをアップしてください。ZIP ファイルでまとめて提出された方いるんですが、ちょっとですね、それ回答するなどの、操作をできないわけではないですが、するのがかなり、大変になっております。すいませんが、一つの PDF ファイルを出してください。さて、もう一つ、これ、もしかしたらまだ、よくわかってない方もいるかもしれません。ドロップボックスから LMS に、アップする際、ちゃんとこれらいずれかを使ってください。この授業ではこれやどれかやってくださいねと言ってますんで、繰り返しになるんですが、なんでこれを確認するか。実はですね、お気づきのように、ドロップボックスは三大インフォメーションシステムからも利用可能です。しかし、そこから LMS にアップするのは無理です。多分私の知る限り。ですので、神田インフォメーションシステムから入って、ドロップボックス入った、そこから LMS にアップしようとしてんけど、できひん。それできませんので、これじゃなくて、ちゃんと、パソコンの端末でやるんであれば、デスクトップ版のドロップボックスをインストールして、その中のファイルをですね、LMS にアップするようにしましょう。わからない方はいろいろ調べるなり、聞くなりしてください。以上が4ページ目でした。この、括弧4番と括弧5番の内容をですね、各自で、かなり繰り返し確認する必要があるかと思います。次のページも見ておきます。次のページは5ページ目。括弧6番、アプリの操作方法等を紹介しています。これは前回、メールのメッセージ等で、紹介した内容でございますが、ドロップボックスの使い方をまずいくつかまとめております。リンク先の説明があるので、ね、よかったらインストール方法とかの参考にしてください。そして、これ簡単な方法ありますよと紹介しました。やってる方はすでに多いと思いますが、スマホ版のドロップボックスのアプリから写真撮ってすぐに PDF というような方法がありますので、ぜひご利用ください。そこから LMS に PDF ファイルをアップロードする方法、これに関しては、特にリンク先とか設けておりません。各自で調べてください。それから、一つの PDF にまとめてくださいと先ほど言いましたが、やり方がわかりませんという方が結構いらっしゃいます。これは各自で、練習してほしいんですが、Mac に関しては一つリンク先にいい説明がございました。Windows の、パソコンに関しては、複数の PDF ファイルを同時に選択して右クリックで印刷という方法がございます。少しやってみます。これ今デスクトップ画面にテキストファイルを3つ作ったんですけども、ちょっと画面ちっちゃいかもしれませんが、この3つを1つの PDF にしたい場合、右クリックするんです。すると印刷というのが現れますね。これをクリックします。でそうすると、そうか、これはちょっと今、個別に PDF ファイルを作るための、画面が現れてしまいました。そうか、PDF ファイルを作ってから3つ選択して、印刷ボタンを押すんですね。PDF を3つ並べるようにしてください。
ちょっと今間違えてしまいましたが、まあ、いずれにしてもそのような形で右クリックで印刷ボタンを押すという作業をやってほしいということです。画面戻します。するとプリンターの一覧にですね、こう PDF なんとかっていうのが出てくるはずです。まずこれは Windows 10の方は間違いなく出てきます。それ以外の方はちょっと端末の状況によりきりなので、試行錯誤してください。これを選んで印刷すれば一つの PDF ファイルになります。スマホタブレットからですね、 PDF 例えば2つを1つにするとかいう作業は基本的にできません。各自で何とかしましょう。以上がですね、4月21日の授業に対する、授業での案内に対する補足でした。なんかいろいろ出てきます。本日の内容、これ履修案内の追加文は5ページまででございます。まあ、各自で、利用してください。では、履修案内に関して確認はここまでです。皆さんは先ほどこれをですね、LMS のページで見れるということをお話ししました。一旦 LMS のページから戻りましてですね、フィードバックの内容を少し口頭で説明しておきたいと思います。皆さんの答案を少し紹介していただき、させていただきます。画面を切り替えました。まずですね、お一つ目、2ページのファイルが提出された、2ページをまとめた PDF ファイルが提出されたケースです。学生さんの名前は出てきませんので、そのまますみませんが紹介させていただきます。こんな感じです。まず分かるのはですね、これ確かまあ問題の答えは合ってると思うんですが、非常に読みにくいですね。薄いんです。こういう薄い、画像にならないようにちょっと工夫していただければ嬉しいです。それから、このグラフですね、まあ、よく見ると読めるんですが、若干雑ですね。私もまあこういうのはあんまり一言言えないんですが、ちょっと大きめに書いて、いただけるようにしたら、していただけるといいかと思います。共有点の計算過程、これに関しては丁寧に計算過程書いていただいてますね。よろしいかと思います。このぐらい丁寧に計算過程を埋めましょう。実は次のページが問題でございます。2ページ目。これなんですよ。どうですかね。ちょっと読めないですよね。こうやってこう、まあ、画面横にすればいけるんですけど、ちょっとそんな余裕はお互いないかと思います。これ提出された方もですね、あれってなったと思います。こうやってね。なので、こういう縦横の反転と回転等がないように取り直しをして出していただけるとありがたいです。もう一人分見ておきます。この方は3ページ分ありましたが、こんな感じです。これは見やすい例としてですね、紹介したかったんです。どうでしょうかね。線が濃くって見やすいですよね。字も非常に濃いです。計算も非常に見やすく書かれております。計算過程もですね、すごくわかりやすく説明していただいてますので、このぐらい丁寧にやっていただけると、かなり私も見やすいし、皆さんも勉強がはかどる、見直しも進むだろうと思います。直角三角形を使った問題に関してもしっかり計算過程を書いてくれてますね。実はこのようなですね、このような計算過程を書いていただくことというのは期末テストや中間テストで非常に大事になってきます。 8×コサイン60 とかね、範囲性がうまくいかないですけど、とても大事ですので、こういう計算過程必ず書いてください。計算過程が全くなかったら×とすることが多いです。皆さん、しっかり計算過程を書きましょう。そして、これ3ページ目ですが、皆さんの多くがですね、引っかかったであろう計算問題です。ね、このサイン2乗足すコサイン2乗イコール1っていう式を使って計算をできてますか？サインの値が与えられていたら、これを最終的にコサインの値に、までですね、持っていけるか、どうですかという問題でしたね。で、最後コサイン分のサインをすればタンジェントが出てきますね。こういった計算すらすらできるようにしておきましょう。
そしてです、多くの人が引っかかるのが、つまずくのがこれです。サインシータを書き換えて、コサイン40度にするんですね。これできたでしょうか？ちょっと画面がすいません。ね、まあ、この方これに関してはグラフ書かれてませんが、1回目の授業でお話したようにグラフを書いて、グラフというのは単位円、あるいは三角形ですね、書いてやるようにしてください。私の答案例にも図はございますので各自確認。そして最後ですかね、次の等式が成り立つことを示せということで、これはとても大事でございます。ちょっと線引きましょうかね。あ、固まってしまった。すいません、ちょっと画面が固まっちゃったので、今はこれだけにしたいと思います。はい、まあ、というのはですね、内容を前回やってきましたでしょうかね。まあ、私の答案例なんかを見ながらですね、各自で必ず丸付けと解き直しをやってください。中間テストの際にノート全部確認させていただきます。では、今日の内容に進みたいと思います。今回の内容、4月28日っていうところをクリックすると、まあ、今日の資料が出てくるっていう流れですね。4月28日。微分第1回の内容です。ただし、前回の第2章の残りがあります。そして第3章もありますので、第2章については、前回アップロードした資料を確認ください。なんかね、その内容を、一旦映像を区切って、その後の映像で紹介します。では、ここまでのところがイントロダクションでしたので、一度、映像はですね、一旦、なんていうんですかね、一旦なんていうんですかね、ここで前半終了ということで終わりにしたいと思います。お、大きく、でかいな。はい。じゃあ、前半というか序盤終了、導入部分終了です。